一様に光る。小麦粘土は食べても害がないって書いてあるだけで、食べなさいとは書いてない。TBS でさ、この番組聞いてるとさ、この番組の前はさ、元スピードの今江理子さんの番組じゃないですか。で、ネット局とかきっと違うのかもしれないですね。バラバラだったりするもんね。沖縄はあの小沢昭一的心夜やってますからね。固定種族なんて申しますものはなんてやって、今日あったよ小沢昭一さんね、なんかね会うとね挨拶っていうか向こうからようなんて言ってくるんだよね。でつい俺はそんなそちらの方から挨拶なんかされますとって言いたいんだけれども、さすがに本人の前はしくじると困るから。で北海道ある旧栄館の番組やってるから随分違うんでしょうけども、まあ、今江理子ちゃんの番組の終わるエンディングにさ、アイドル系とかさ女の子系の番組さ、エンディングになんかさ可愛らしいことを言って終わるやんか。でお前ちょな燃えてんぞみたいな終わり方しないじゃないですか今日の聞いた、今さっき今ほんの 2、3分前に言ってた最後の言葉が、CD の真ん中の穴は指輪の7号と同じなんだって、私は9号ですって終わってたんだ。お前関連トークも何もない。アメリカのラジオ番組とかは必ず前の番組の終わりのやつが、この後は何とかやろうの登場だとかっつうと、それを受けてこう喋ったりとかするんですよ結構ね。同じ雰囲気でつなげて自分色に染めていくみたいなとこあるんじゃないですか。なんか穴の話とかするかじゃ、ちくわの磯辺揚げの入ってる弁当とさ、あれカップの味噌汁と両方買うとさ、この磯辺揚げをストローにして捨てみようかなみたいなことやって台無しなんだな、な私はなります、ね、いや同じ芸能界って言ってもね全然こう違いますよね。もうね涙なくては語れないのはね、僕がライフワークとして頑張ってきた王様のブランチですよ、 TBS 系のね、降ろされましたよ年内で、とうとう年内いっぱいで卒業って使われるとムカつくね。自分のさ番組でさアシスタントが変わるときはさ、もうそういうもんだと思って、誰々ちゃんがこの番組を卒業しますみたいな言うじゃないですかね。吉田さとみちゃんがゲームウェーブを卒業してですね、地下にある学校に入学しますみたいな話をするじゃないですか。でもなんかまたさうちのマネージャーもさ、ちょっと前か1ヶ月ぐらい前からその王様のブランチは年内いっぱいで伊集院光番組は続きます、番組はずっと続くんだけれども、いなくなりますっていう話をもうされてるらしい、プロデューサーがされてるんだけども言い出せなかったらしいのよ。俺ががっかりする、俺がもう他の仕事にもう身が入らなくなるんじゃないかっていうことを本当に心配して、つい最近まで言われないでいて、で僕は年内いっぱいで燃え尽きることになったんですけれどもね。でもいいやな、王様のブランチの場合はいつの間にかいないブランコのメンバーとかいくらでもいますからね。そういうのに比べればちゃんとね区切りでいなくなるわけですからね。ただね昨日入ってきた情報によると、俺の後に入るメンバー、俺の場所に来るその新しいレギュラー結構ね、俺みたいなタイプのね、そのなんていうの、そこ意地の悪いタレントはね、俺の後に誰が入るのかっていうことを結構気にするんですよ。もしくは俺がいなくなった後に数字がどうなるみたいなことがやっぱりちょっとだけ気になる。これはね俺だけじゃなくてタレントの本音だと思うよ多分。だって自分がいなくなったら数字って落ちてほしいじゃん。だってそうだよ、ニーズ、俺は何も役立ってなかったとこになるわけだから。でいて、あと俺の後に入るタレントっていうのが誰かっていうことを自分のことで冷静に分析できないけど、誰かっていうことを分析すれば俺は何を求められていたのかとか、俺じゃ ない俺じゃダメだから新しい人が入ってくるっていうことは、俺に足りないもので向こうが要求してきたものっていうのはすごくよくわかるわけじゃないですか。あ、さっき廊下で元ブランコの阿部ちゃんにも会ったな安倍ちゃんとか意外に思わなそうだ。なんか結構天真爛漫だから自分の後のブランコがどうしてるとかあんま思わなそうだけどな。まあまあまあ、それで誰か伊集院光の後釜、要するに伊集院光には足りなかったが、王様のブランチのスタッフは求めていたもの
答え、本当のこと言うよ。これ別にボケとかじゃない。いつもカドラボケしますけど、一回もボケずに言いますよ。ちょっと想像して、誰あたりとか。俺は、恵比寿さんの後に入ってきましたよね。なんとなくわかるじゃないですか。恵比寿さんプラス、こういう要素で漫画は描けなくてもいいみたいなところがあるわけじゃないですか。僕の後はですね、来年からのブランチの新メンバーですね、どうやらまだ確認してませんけども、ほぼ決定で、えなりかずきくんが入るらしいって。何が足りてて何を求められたのかよくわかりませんよ。ポロシャツ？ねえ、ポロ、ポロ、ねえ。もうそれ聞いた時にもうちょっと面白いっていうところに、入りましたなということでね、もう多分ごめん最終回だけは見ないで絶対泣いちゃうと思うんだ。花束とか来るじゃん、したら俺多分ねもうねおえつですよ、ボーイってなったと思いますよ。もう普通のシクシクじゃなくて、あってなると思いますから、それだけは見ないでほしいんですけどもね。何なんだろうそのトレードって、補強箇所がよく分かんないところがちょっとね嬉しいですけどね。じゃあ1曲目、小林幸恵で Who Do You Love。 あら全部聞いちゃった。小林幸恵さんで Who Do You Love、ね、吉田栄作が初めて出た時にさ、おっさんのルックスって浮かばなかった、なんか全然顔見ないで吉田栄作ってやつが出たんだって言ったら、なんかこうバカ野郎解散の吉田氏と佐藤栄作っていう歴代首相の名前が2つ入ってるんですよと思うんですけど、小林幸恵っていう名前もえらく落ち着いた演歌調の名前だよな。でも売れれば関係ないんだろうけどな。ねなんだろうな、あのこの間今ブランチと対局にあるところのテレビのレギュラーとして、フジテレビの日曜日の夜中にやってる CX ヌードっていう番組があって、で、その中にザ会議室っていう別収録のコーナー、ミニ番組みたいなのがあって、で、それがもうその尊敬するところの三浦淳氏と、尊敬するところの山田五郎氏と、それからあと普通に仲良しの佐野アナウンサー、あの、フジの佐野アナウンサーと一緒にやってんだけど、帰りにさ、結構遅くまで収録してて、まあでも10時ぐらいか。10時過ぎぐらいまで収録しててさ、帰ろうかなって言ったら、三浦淳さんが、みんな、どんじゃらやらへんって。したらなんか、雑誌の三浦さんの持ってる BLT って雑誌があって、この様子多分近いうちの BLT に載ると思うんですけど、ぜひそっちを読んでほしいんですけど、その、BLT っていう雑誌の取材で、いろんな三浦さんの、今ハマってるもう、本当にどうでもいいものをずっと書き連ねてるコーナーみたいなのがあって、先週号かな、浜崎あゆみの喋り方にハマってるとか言ってますか。なんだかずっと書いてたけど、ほんで、モーニング娘。のドンジャラにハマり出したから、でいて、みんなでドンジャラやってるところの写真も撮りたいし、ドンジャラを、ちゃんと、今まではずっとあの下敷きみたいなカードで役は覚えたけど、人とやってないからやりたいとかって言い出して、つったってさ、もうその収録に使ったスタジオはもう出ちゃってるからさ、やるとこないのよ。したら、その雑誌の編集者みたいな人もついてくれて、あ、じゃあ僕は何とかしますからって言って、新宿の裏の方にある普通の雀荘の親父に、馬代は払うからどんじゃらやらせてくれって話になって。ほんで、三浦さんと山田さんと俺とさ、佐野アナウンサーでさ、モーニング娘。のドンジャラ、またさ、麻雀牌の白と竹の部分だにゃん。今、全自動ジャンタルだと、あれが、青か緑か、あ、まあ、あと黄色ぐらいかな。竹っぽい色みたいなんじゃないですか。あの部分が、スケルトンのピンクっていう、ドンジャラをみんなで始めて、でね、結構、俺は麻雀やるけど他の3人は全く麻雀もやらないから、ドンジャラも麻雀も初心者で、俺は麻雀もドンジャラもやるから、両方大体わかるんだけど、まあ簡単なのは、麻雀の簡易版だから、自分が8個パイを持ってて、1個積もってきて9個になった時に、3個3個3個になれば上がりで、で、モーニング娘。のメンバーが書いてあるから、なんかその、その3個の組み合わせによって、普通に上がったんじゃ何点だとか、で、役は、が、例えば、プッチモニ、プッチモニっていう役ができると、その、何点とか。あと、後ろにこう、最初の方に入ったやつ、次に入ったやつ、最後に入ったやつみたいなメンバーの色が決まってるから、その色が全部揃うと、さらに何点みたいなのが決まってるんだけども、もう、わかりやすいのは全員おっさんだからさ、
プッチモニが誰と誰と誰だか分かんないからリーチの前にその役の書いてある下敷きを確認してる時はもう絶対プッチモニかタンポポのかどっちかなのよ、分かんねえんだもんだ、それがで、みんなでやってんだけど、したらたまにいるんですけど、よく普通の日はすごく紳士的なのにベッドに入るとすっごい荒っぽくなる人、いわゆるベッドヤクザと言ったり、あの、それから普通の時はすごく、まあ、今のは池田ディレクターなんですけども、元池田ディレクターなんですけども、まあ、からベッドヤクザって、もう大変温厚な人なんですけども、当時付き合っていた奥さんと一緒に旅に行ったんですけど、奥さんと部屋に入ると、奥さんのことを、それまで奥さんは先輩って呼んでて、で、池田ディレクターなんて言ったかな、まあ、彼女の下の名前はなんとかちゃんとか言ったの、入ると呼び名が割れに変わりますからそれぐらいまあ変わる人いるんです。自動車道でもそうじゃないですか、乗る前は意外に温厚なんだけど、乗るともうすごいあの荒っぽくなる人みたいなの、まあ、車ヤクザとか言うんですけど、そういう意味ではね、山田五郎さんがね、ドンヤクザ、ドンジャラ始めてからの山田五郎さん、いつもテレビとか見てると温厚でしょ山田五郎さん。山田五郎さんも最初さ、やたら辻が来るのよ。辻来るのに、辻はいらんのじゃーで、もう一回来ると辻、一回振っても何度も来るおな、わしが嫌いじゃーわしは豊島が欲しいんじゃーって言ってるから、もう俺はああ中沢町だってもう分かってんだけど雑誌の取材なんか終わってんのに、俺はそれはある程度並べ方とかある程度の麻雀を基本とした読み方みたいなのあるじゃないですか、あるからある程度勝てるんですよ。だから外に捨ててる牌がその黄色と青と赤のうちの、要するに赤と青のいい牌をやたら最初に切ってれば、あ、黄色集めてるんだから黄色は警戒とかのある程度のセオリーがあるから勝つんだけど、この二人がやめないやめない、初めて見たもん、ドンジャラやっててカツカレー頼んだ人。あの雀荘で。で、そのうちみんなで、俺が33で一番年下、いや、佐野くんが、佐野アナウンサーが28か9で一番年下の33。二人はまだまだ上ですよ。の4人で、なあなあ、誰と結婚したい？いろんな新ルールで結婚したい宣言をしたやつで上がると点が高いとか言い出してもうね、どうしようもない集団だったんで、周りで結構新宿の割と裏の方にある雀荘だから熱々な人とかいるわけよ、結構熱々な感じの人ね、お金はかけませんよ当然ね、そういう熱々な人たちも法律だから、ご飯を向こう5年かけてるような、そういうなんか形でやってるんですよ。ね、俺の感覚では東を冷凍かみたいな、そういう感じのね、あの感じでやってる周りの人いる中で、タバコズンバンズンバン吸ってる中で、俺たちドンジャラっていう時に、もうだってルールブックに元気よくドーンと言いましょうって書いてあるから、当たった時は役の名前も元気よくって書いてあって、途中からもうみんながルール通りやんなきゃダメだとか言ってから、ドーンプッチモニーとか言わなきゃなんだろうなってんの。女もう大変でね、ドンジャラやってたんですけどね、ドンジャラ面白いですね。思わず一層のこと、もうなんつうの、ココナッツ娘とかいっぱい入れた方がいいですよ。ツンクとか、大勢とかですら入れた方がいいですよ。もう全然あれに関わってる全員をやっぱね、入れた方がいいです。で、いろんなルール作るんですよ。だから、石川が揃ってる時は、手の中で勝手に石川がもう揃ってる時には、これ盗聴っていうルールだから、人に一回牌を見られなきゃいけないとか、それから、あとそうね、中沢でリーチかけたら睨みが効いてるからもう誰ももう抵抗できないとか、そういうの絶対どんどん作った方がいいと思うんですよ。でね、どんどん格言ができててね、一応点数高い安いはあって、その牌の種類によって、中沢は10点なのよ。で、辻かご石川あたりの新しいメンバーは1点なんですよ。で、安田さんとか飯田さんは5点なんです、確か。飯田は10点だ、5点とかいうルールなんですけど、なんかよくその、早いリーチは、イースーソーとか、マージャンで言うところの、ね、言い方するじゃないですか。あれで、困った時の安田切りっていう、なぜかもうみんな、なんか安田はどうも集めねえみたいな話になって、なんか格言とかどんどん出てましたけどね。今日ファックスで、広く芸能界ドンジャラを作るとしたら、どんな役を、だから3枚3枚3枚だから、これとこれとこれが3枚ずつ揃ってたら、こういう役とか、さらに特殊な役とかもいいんですけど、
例えば久米宏3枚ね、真中ひとみ3枚で、例えばニュースって使えそうじゃん、なんかいろいろ。ニュースっていう牌は本当に作るとしても結構実用性があるじゃんか。ニュースと松田聖子となんとかとか、ニュースと吉田さとみとカモン横とか、これはね月50万件なんですよ、ね、だいたいそういうやつができたりするじゃないですか。だからその芸能人杯とか、まあ、芸能人杯3つだけでもいいし、ドラえもんで言うと秘密道具みたいな杯ありますか、ドラえもんドンジャラで言うと、ああいう、うん、つまり TBS 昼帯なんていう杯はもうこれ安くなんだよ、どんないいメンバー他持ってきてもこれがあったらダメなんだよみたいなやつとか、いろいろドンジャラ新ルール新杯新役をですね、東京03-5562-954で、東京03-5562-954でも送ってください。ドンジャラ今までね、三浦さんがコレクションしてるらしいんですけど、ドラえもんでしょ、うちのあられちゃんでしょ、うちの玉だか、うちのポチ見かけませんでしたかとか、あんなんいろいろ出てるんで、そろそろ芸能界出ていいんじゃないかなと。 TBS ラジオ、ただいまお聞きいただいている番組は、一応光る、久しぶりに訪れた別荘に住み着いていた家族、おっさんは出ていく支度を始めたが、体の弱そうな奥さんと涙目でこっちを見ている三つ子には、もうどんじゃら作り方としては、苗字っていうのも手だよね、結構広めに使えるじゃんか。あと江夏豊かとかも使いたいね。江夏豊かとニュースと石渡がこう三つ揃うと、これ何、あの21点なんですけども、例のあのなんていうの、あの運命の21球なんですけども、江夏と牧原紀之と、それから清水健太郎でも役ができるんですよ、これは。とりあえずあの役ですよね、役ができるっていうね、そういうで、清水健太郎だとさ、あんまりさ、いろんな役に使えないじゃん。清水健太郎と、健太郎と相川翔と清水浩二郎で V シネマっていう役はあるんだけども、結構できづらいから、清水で切っとくと、それは健太郎としても浩二郎としても使えるから、実用性はあるよね。これリアルを考えたら絶対実用性はあるよな。あとなんだろう、ニュースとか、ワイドショーみたいな役にも絶対ニュースは使えるから、あとどんな役があればいいんだろう。あと局の名前とかだよね。フジテレビとかね。ネプチューンの名倉さんとこうリーチ棒でこう一応野菜スティックなんですけども、うまく組み合わせると何か使えたりとかもしなくもないでしょうかね。どんどんファックスを送ってほしいですね。響いてまいりました。ベンジャーズみこしの音が聞こえてきたということはですね、リスナーの皆さんはもうお分かりの通り、スペシャルウィークのお知らせです。来たー来たーと思って、最近のリスナーはね、分かんないでしょうけども、なんかざわざわ言って雑音とか思う人もいるでしょう。だけど、あー来た、スペシャルウィークのお知らせだ、いなせだねーっていうことになりますから、来週のですね12月18日の月曜日からですね、25日新年の1月1日月曜日まで、伊集院光る深夜のバカ力はですね、3週連続で、私の代わりにですね、モーニング娘。の飯田ちゃんがやることになりましたけどもね、なりませんしね、一人でできませんしね、なんかね、スペシャル企画になりましたね、ということでですね、まあ一応スペシャル内容なんですけども、もうベンチャーズみこしは消してください、うるさいですから。そんなの初めてかけたし、お前さっきなんかこさえてると思ったらそんなやつだし、もう捨てちゃってください。もう3週連続でスペシャル企画があります。内容はですね、一応の醤油とですね鶏スープをベースにした、いわゆるのスペシャルつゆをですね、洗面器になみなみ貼って、そこに顔をつけながらボベボベ、あのバラ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 って、あのマドンナ議員の口説き方をね、議員別でレクチャーするですね、ヒカルちゃんの恋してボベって6時間っていうのを一応やろうと思ったんですけども、第1話はですね、土井貴子投手とラブしたいだったんですけども、終わった後に顔が痒くなるんで、ボガを辞退しました。で、僕が辞退したらもう土井投手も出ないと言ってますんで、本人目の前にやる企画だったんですけども、やれない形になりましたね。千景さんは今出たいって言ってるんですけれどもね、これとりあえず中止になりました。で、来週1週目、12月18日放送のスペシャル企画がこちらになっております。年末年始スペシャル番組、パロッテさよなら20世紀。
パロっちゃうよ。年末年始のスペシャル番組がですね、始まる前にとっととパロってしまえばですね、こっちが元祖ですから、もう元祖と言い張りますから、あのジャンガララーメンによーく似たお店っていう感じですから何がこの地域じゃうちが一番だ、早く出したしっていうことで、もうパロってパロってですね、怒られて怒られてしてるうちにですね、あれあれ初日の出じゃないっていう、そういう企画ですからということは18日からですね、13日間怒られ続けるっていうですね、そういうことなんですけども、年末年始ですね、テレビ局ラジオ局ではですね、いろんなこうスペシャル番組が企画されておりますね。大家族スペシャル、大家族スペシャルを見ると悲しくなるのは俺だけ自分が子供がいないからそういうなんかね、やっかみで多分言ってんだと思うんですけども、なんつったらいいのかな、なんか俺の中ではなんか態度知れないモヤモヤが湧いて、つい最後まで見てしまうんですけどもね、あと NG 大賞、 NG 大賞もなんかすごいよね最近ね、なんかこう間違えたでこれ NG で絶対使われるよとかって言う、もう言うセリフまで入ってもね、俺すごく思うんですけど、俺の中でこれ NG で絶対使われるよって言ってるけど、いいよ別にお前のって思われてる、こんな人ベストワンが高橋克典なんですけども意外に言ってそうなんですけどね、すごいね、何度もいいよもうってなってそうなやつね、想像ですけどね、それとあれ年始はやるじゃない、変なすっげえ習字、なんか体育館の半分ぐらいの大きさの習字の、最近見ねえな、習字の偉い先生みたいなのがでっかいほうきみたいなやつでジャバーあーぬーすー偉いから文句も言えねえみたいなそういうやつもありますよね。で、そんな中で先週お知らせしたんですが、まず胃の一番にパロっちゃうのがこちらです。失礼します、お前をここで死なせはしない、屍レコード大賞。こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ、どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。カオルちゃん遅くなってごめんね。大嫌いだ土地持ちなんて無理無理食ってんじゃんかも。そういうことですね、一回悪汁に浸して悪を、灰の汁に浸して悪を取ってやっと食えるみたいな土地の身ですけれども、違うんで、僕が言いたかったのは大嫌いなものを言いたかったんじゃないんですよ。カオルちゃん遅くなってごめんね、でも駆けつけたところでカオルちゃんは亡くなっていたんですよ。21世紀に入ってからあの CD やっぱちょっと弾きてえなと思ったところで、おそらく TBS のレコード室から捨てられてんですよ。そういうような CD たち、レコードたちをですね、俺たち救わなきゃいけないということで、まあこの番組以外ではほとんどかかったことがない、またこの番組でかけることがなければですね、今後21世紀も2世紀も3世紀もですね、忘れられていってしまうような CD レコードに大賞を挙げてしまうという、でこの中で大賞を取ることはいいことなのかっていう、ウエスタンリーグのチャンピオンみたいな、もしくはミスコンで言うとのミスブスっていうあれ私は美人なのみたいな、そういう、まあ、企画なんですけども、あのリクエストをですね大層いただきましたんで、ちょっとずつですねご紹介していきたいと思います。ただリクエストいっぱいもらったらちょっと調子づいたんですが、急遽耳寄りなお話、プレゼントが出すことになりました。でまあ、その代わりと言っちゃなんですが、皆さんプレゼントもらう代わりにですね、小桜取締役の子供のクリスマスプレゼントがですね、遊戯王カードから軍手にランクダウンっていう人の幸せを一つ取らない、そりゃそうですよ、人の幸せを一つ取らないと自分の幸せにならないことの方がこの世の中多いわけですから、というわけでですね、リクエストをくれた人の中から3名様にベスト10入りした曲の中からレコード&CD3 枚セット、いろいろこれ
入手困難、マジな話相当入手困難なんですよ。出してる曲だと俺とか、AD の柳沢君の個人持ちとか TBS に寄贈されているものとか割ったらそれまでよみたいなやつが大体多いですけど、しかも昔の素材で割れやすいっていうものが多いですから、あの中古レコード屋さんでレアで高くなってるならまだしもですよ、高くなってもこの番組的には大変ですけども、相手にされてねえから中古レコード屋の買取基準の外外に入ってるんで相当入手困難なんですが、すでに今日の段階で一番リクエストの多い私のビートルズのレコードに関してはほぼ入手確定しました。3枚、これは、少なくともこのセットの中に入れられそうです。入れられそう。まだ 99% って言うんですけど、一応注文の方は出せましたんで、こういったですね、レア CD3 枚セットがプレゼントされます。これ3名様です。そして、1名様に、ザードの負けないでを30枚プレゼント!これリックです。パンフレットに小さく書いてありますからね。為替の変動により差益がマイナスになることもね、もちろんありますっていうことですよ。これは30枚シングル CD で負けないでが来ますから、これはですね、もう楽しみに待っていただきたいと思います。そんなわけでですね、今週もですね、先週に引き続き大賞ノミネート曲の数々を紹介していきます。まずはこちらです。これね、みんなのね頭の中に残ってるらしくてね、ペンネーム夜のマシンガン侍、僕がリクエストする曲は確か、96年頃に放送されていたマグネットジョーに気をつけろです。これね、アーティスト名なんつったっけ、マグネットジョーに気をつけろ、ギャルだっけ、すげえ短かった気がするんだよな。ジャケット紛失ね、それ紛失したら二度とないからね、レアもいいとこですからね。ギャルです。何々ギャルとかじゃないですから、ギャルですからね。ただギャルですからね。あいつのコートを見つめたらダメ、ダメですからね。もう絶対マグネット上に捕まってしまいますからね。個人的にはアイドルグループのなんだこれという感じの曲が多く発掘されることを期待しております。これもリクエストが高ければですよ、私は今みたいにハガキで被ることもなく、イントロ頭から最後までがっちりかけたいと思っています。ただね、聞きすぎるとね、ずっとこれ聞いてるとマグネット上の虜になってしまいますから、みんなも気をつけた方がいいですね。また不意にリクエストするとあなたにザードのですね、負けないでが30枚来る可能性も、またこのカードももうすでにそれノミネートされています。さあ、そんな中で続いてはですね、私の個人持ちからこちらです。狭い地球や未練はないさ。歌い始めるとね、異常にメロが薄くなるっていうね。でしかもメロが薄かったのは後でじゃなくてレコーディングの時からのようで、どんどんボーカルが走っていくっていう特徴が、先々に走っていく特徴があるんですが、なんつったのかな、これ要は NASA の歌なわけじゃないですか、宇宙の歌なわけじゃないですか。これ昭和40年ぐらいの映画の中にいる挿入歌なんですけども、妖精ゴラスっていう映画の挿入歌なんですけど、30何年ぐらいかな。これ、ね、妖精ゴラスっていう、映画自体が僕は大好きで、ハレー彗星みたいな、今ちょうど問題になってるようなやつだから、もしかしてこの映画のやり方が参考になるかもしれませんよ。あのね、地球に隕石が近づいてて、激突するかもしれない。そしたら地球はダメになってしまうかもしれないっていうんで、その地球のその隕石対策本部が、考えついた作戦っていうのが、まあ、いわゆるインディペンデンスデイがこれパクってますから、完全にね。地球から出した作戦っていうのが、南極に大きなエンジンをつけてずらすっていう、地球をずらして、また戻すっていうやり方を、画期的でしょ?科学的には可能なやり方なんですけども。
だからね、これすごいのはやっぱり俺たちだったら、じゃあそれでめでたしめ、ドラえもんならめでたしめでたしかもしれませんけれども、科学的な映画なんで、ずらしたらなんか巨大なトドが出たと体長30メートルのね、それが大暴れっていう話なんですけどね。この頃多分ね、宇宙ってどうだとかっていうのの定番ができてないから、軍艦なんですよね。何年ですかこれ。1962年ですから、俺が生まれる前ですから38年の作品ですね。これもね、結構なレアものに今ねなってると思いますね。もしかしたら探せば CD に入ってるものがあるかもしれないんですけども、オイラ宇宙のパイロットで、僕の買ったですね、妖精ゴラスのサントラにはですね、オイラ宇宙のパイロットはですね、全部でですね7バージョン入ってるという、で違いがよくわからないものありというですね、大変レアな、枚数は少ないけども1枚買うと7種類手に入るっていう、大変お得な形になってますね。続いてはですね、アニメファンにはちょっとメジャーなこの曲なんですけど、歌詞のね2番聞くとね、かっこよすぎだからね、これも絶対聞いて。俺たちは裸がユニフォーム、たまにゃ蜂にも追われるけれど、ファイトファイトファイト、一つが財産さ、しかし強いで負けないで、俺たちはアパッチ野球軍、俺たちは裸足がスパイクさ、たまにゃサードへ逆走するわ、度胸度胸度胸、度胸の問題じゃない感じするでしょそれがすごいよね、アパッチ野球軍なんですけどね。俺の子供の頃にはもう再放送やってましたね。これ感想が流せんだよね。何気持ちよく浮いてんのお前みたいなね。だって前奏もねえんだよ、前奏も1番と2番の感想も俺だっちゃってとこでもう入ってるのから、例えばベー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 、むせび泣いてるから、それが僕らすごい好きだ。これね、エンディングテーマもいいんですよ。エンディングテーマは再放送の段階でカット、ほとんどカットされたんですけど、なんかね、アパッチ野球軍のね、なんか中に中学生の設定だと思うんだよな、なんかダムの建設現場かなんかにある割とその裏切れた先生と10人ぐらいしかいないような中学校に、元甲子園の優勝ピッチャーからスター選手だったやつが先生で編入してきて、みんなやさぐれてるから野球部を作ろうって話なんだけど、こう少年野球の人につくさ、そのニックネームみたいのあるじゃないですか。それがね、なんつうのかな、実にセンスがいいね。例えば頑張れレッドビッキーズというライトサイドの方のやつでは、カリカリ怒るからカリカリとか、カメを飼ってるからトータスとかついてたんですけども、4番センター材木その名の通りのやつが出てくるんですよ、材木で。中学生だと思うんですけど、工事現場で爆薬を仕掛けるそのバイトをやってるから、葉っぱっていう名前の材木葉っぱで、可愛い動物でモグラね中学生なのに変なガリベン君は大学っていう名前ついてるし、ストーリーの中に嫌な村長の息子でよろずや経営してるやつの息子が村中のグローブを買い占めて占いとか、そういう素敵な少年野球のストーリーが入ってるんですよ。でピッチャーがですね、すごい不良なんですけどね、名前がですね、アバシリっていう得意技がナイフ投げっていう大変な野球漫画なんですけど、終わりの手がね、みんな集まれ集まらねえと葉っぱかけるぜっていう、みんな集まらないと粉みじんにされちゃいますからね、ちょっと頑張ってって葉っぱじゃないですから。だってそいつはキャプテンの葉っぱってやつの歌だから、みんな集まれ集まらねえと葉っぱかけるぜって言ってるんですけど、こいつはダイナマイト技師ですから本当にかけますからね、これどう考えてもね。この辺の歌はね、ちょっと僕なんで好きなんでね、だいたい最後A の想像があんまつかないですよ、若い子にはね。カードキャプター桜みたいな感じの絵ですから、嘘ですけどね、それは当然ね。そんな絵では成り立ちませんからね、巨人の風景、星風の絵ですけどね。続いてもね、僕の個人持ちなんですが、野球ものです。頑張れ僕らのファイターズです。
を守るため稲妻みたい。野球の平和って何だろう。鍋つねのやってることの逆のことねえ、この野球の平和を守るため全身火の玉エネルギーなんですよ。こんな感じなんですけどね、この後はね、これね、ファイターズでもね、奈良原みたいないぶし銀の選手は出にくいですよ、こんな。ゴゴゴーですからね。僕らのところに飛んできた人たちですから、ちょうどこれがね、あの、東京ドームで結構かからなくなってきたのがね、おそらく広瀬あたりが入団してきた、あれ、いぶし銀が随分出てきたぞってあたりからは、誰が鳴らすかっていう球団歌みたいになっちゃったんですけど、これ佐々木勲さんにこの間お会いした時にお話を聞いたら、忘れておりました。完全にそんなの歌ったっけと。宇宙戦艦ヤマトの話をしてる時に、僕はあの宇宙戦艦ヤマトも好きでしたけど、頑張れ僕らのファイターズもすごい好きでしたよって言ったら、はっていう顔をしてました。その後あったじゃないですか、日本ハムファイターズやった、あったあったって言ってました。いい声で言ってましたね。さらにですね、僕らが、これだから、この番組はまだかかってないよね。かかってないけど、僕が何度か話に出てきた、デッドストックですよ。どの、TBS のレコード室では、廃棄だったか、もしくは紛失、破損で廃盤かなんかっていうコードが入ってて、買い直すこともできなくなってて、しかも俺の知り合いには持ってる人が全然いなかった中ですね、あのデッドストックが発見されました。カレーライスの歌です。カレーライスは辛い、とっても辛いな。カカ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 カレーレーラララ。このレーラですよ、ここなんですよ。カカ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 カレーだったらララララララライスの方がララララっていう動揺の感じも入るしいいんですけど、レーラララララがもう僕らではすごい好きなんですけど、これね、TBS のレコード室から絶版、各レコード店にもなし。ところが血のプロデューサーの母ちゃんが持ってた。先週かな、番組終わった後に血のプロデューサーの母ちゃんに、血のプロデューサー今、まあ、熊本住んでるんですよね、熊本住んでる母ちゃんに分からない言葉で電話してましたよ。なんかあれまだ残っとるガイアドデステンみたいな話、多分なんか熊本弁なんだと思うんですけれども、セキュロバステンモンカンさん、トンケシマルで小松だけになれないせいやべえって言ってんだなっていう話をしてて、俺横から何語だか分かんないんですけれども、話してて、おー、あるとなんつってあったらしいんですよ。で、いて送ってきていただいたんですけど、もともちいいから見たことねえぐらいピカピカ、カレーライスの歌。ただこれは千野さんのお母さんに感謝するんですけど、俺が小国市小学校の放送室で聞いたやつは男でもっと乗ってたんだよね。だから、お口がロロロ焼けるよはーなってたの、ずっと辛い、本当に辛いなーっていう、ちょっとなんか田舎っぺ入れてみたりしてたんですよ、それが。ね、ただこれは相当、これはね、もう TBS のレコード室が買い取るべきですよ。チノピーの母ちゃんから。ねえ。カレーライスの歌、俺的にはもう大好きですけどね。続いてもですね、かなり入手困難なれどリクエスト多し、この曲でございます。泣けるのよ、猛烈泣ける。ハンカチ用意して聞いて、金曜日
して死んでんじゃねえかよ。この後の最後のコーダーのエコーのかかり方もすごいよ。そらな、小学校にも行かねえよ俺も。そんなこんなの朝から聞かされたら。これはね、これあの一応あの AD の柳崎の個人持ちなんですけども、当時ね、朝のね、あの開けポンキッキーでやっててね、運の悪いヒポポタマスですよ。本当についていないヒポポタマスですよ。月曜日めでたく生まれてきました。ね、火曜日学校優等生早熟ですよ。ね、で水曜日に可愛い嫁さんもらってますよ。ね。血のプロデューサーが33年目にして、これもういいや嫁はっつってる中、水曜にもらってますよ、これ。ね、水曜にもらってて、で、水曜日かわいい嫁さんもらい、木曜日にもう苦しい病気がかかってるんですよ。人生が1週間しかないうちの3日間しか楽しいことないんですよ。で、普通漫画だったらここで感想を入れて、いい子にしてたら治ったよみたいな話が入るでしょ。ほんでいて、またバリバリやって子供が生まれたりするでしょ。金曜日ね、乾燥明けの2番の金曜日、だんだん重くなりますよ。土曜日どうなんのかな、あっさり死にますからね。日曜はお墓に埋められてますからね、もうね。で、しかも、まだ歌詞余ってんだから生かしといてやれるのに、それでおしまいが、えれいこうかかってきますから。この虚しさなんですよね。これはね、リクエスト多いんですよ。ペンネーム、バンゲリングベイさん。ヒポポタマスの歌が聞きたいです、唐突に生まれ唐突に死んでいき、そしてルルルルルという彼の姿に人生の儚さと美しさを見ました。それにしても彼はわずか1週間にも満たぬ命だったんですね。カバくらいの大きさの場合、妊娠期間は1年以上あるでしょうから、カバというより奴はセミですな、セミですなですよ。本当にね、これは相当な、結構この頃の曲の意味合いに合わせた、そのそれこそ私のビートルズでもそうですけど、深いエコーが、エフェクターとか、エフェクターはそんな種類使ってないから、そのエコーの深さみたいなの、僕はこれ好きなんですけどね。続いてはですね、洋楽のカバー曲なんですけども、まずはエントリー曲ではないカバー前の元歌を聞いて、あ、この歌聞いたことあるみたいなやつを思い出してもらいたいと思います。ギルバート・オサリバンの大ヒット曲、アロン・アゲインです。これは昔コンポの CM でもかかってたし、あと他の CM でもかかってたんで、割とメジャーな曲なんですけど、パクってデタラメな詩がついたっていうなら僕はまだしょうがないと思うんですけど、堂々とカバーとして作曲ギルバート・オサリバンとして、ここの由美子のアロー・アゲインはこんな和訳になってるんですよ。私としたことがあなたに捨てられた。これオサリバン的には OK なの、これ。私としたことがですよ。この歌すごいんだよな。この後の歌詞も生きてること嫌になって、高いビルの 屋上からこうなる。投げて死のうかと思い詰めていたら、寄せと言って声をかけて聞いた優しい男と恋したけれど、つまらなくて今日からまた私は一人。どんな女どんな女のこのアローをあげる。俺は英語の方の意味が分かんないから、もうもはやギルバート・オサリバンの曲聴いても、あ、こういうこと歌ってんだな。ビルから飛び降りて死のうかと思ったら、寄せって言ったやつと付き合って、で即別れみたいな話になってますから、これすごいよな。オサリバンの方の和訳詞は、僕はたとえ不幸せではなくても今すぐに近くの塔に行き頂上まで登り身を投げることも平気でできると思う。あ、うわ、すごい微妙なずらしだろ、なんかな、これな、おい、うわ、なんかスパゲティナポリタン頼んだら紅うどんが出てきたみたいな、うわ、完全な間違いではできると思うみたいなところだな。すごいの。そしてあと、まあ私はアニメという特撮好きなんで、特撮ものの中からはですね、こんなんがあります。
が消えたら真っ暗闇だ。闇にはびこる悪いやつ、二丁十手がカチッとなればスカッと三丁白獅子仮面。僕はね、あのこれまあ、 あの聞いた通り、いわゆる時代物なんですけれども、時代物の盾ってあるじゃないですか。そのあのそれこそバカボンドですよ。バカボンドでいうところの、その、あの、宮本武蔵が振り下ろした剣と剣が当たって、カキーンって音がして、火花が散るようで、それを、その、うまく払い落とした後に、相手を真っ二つに、けさがけに、ズバッと切るっていうシーンを、カッキンカチャリコズンバラリンという言葉で、あれこれ、だもう、だこれはだから、もうバカボンドを読むときに、後ろには、カッキンカラリコズンバラリンって流れてると思えば、大体迫力も上がるということで、ぜひぜひですね、皆さんですね、君の CD ラックをザードだらけにするためにもですね、またあの、屍レコードセットをもらうためにもですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光のブラックジャック先生目屋にとって、屍レコ対リクエスト係までお待ちしております。 CM 一回いきましょう。月曜深夜1時から3時の伊集院光の番組のタイトルが決定しました。その名も伊集院光ティッシュ君とチリシちゃん。茨城県ペンネーム外弁慶高文、スポーツ豆知識。ラグビーのボールがあのような楕円形になったのは、ボールの試作段階で豚の膀胱をチューブとして膨らませた楕円形のボールが丈夫で軽かったことに由来する。ファックス、ファックスネーム夜のマシンガン侍、エナツ、柴田、杉山、ドーン、ソフトボール大会。どこで行われてるかは別ですけれどもね、このソフトボール大会は小説にもなっていますよ。それからですね、大泉隆、ワンダフルドンジェラ、ワンギャル7枚と、東美希久、立川のり子で、今のワンダフル、これは普通の点数なんですけども、ちょっと高めなのは、ワンギャル7枚に、東美希久と、それから、原千秋。これは昔のワンダフルって高いんですよ、やっぱり。一番出た時に一斉のいい時なんで。ワンギャル6枚と、東美希久1枚と、立川のり子1枚と、原千秋もこれダブって入ってると気まずいワンダフルっていう、ここで困った。それはね、それは積もっても一応切ってください。それね、後で使いますから。実力はある範囲ですから、それはね、もうね、アナウンサー杯が入った時に、なんかしなきゃその杯だけ捨てられちゃうんですよ。全部倒れるはずでしょ、本来だったら。なぜか、もう他は立ってんのに、その杯だけ、ただこの杯は実力がありますんで、絶対戻ってきますから、それは絶対に、捨てないでください。最終的には捨てたらダメですね。それからですね、ペンネーム大村綾子、純長作、南春夫、ドーン、レッツゴー3匹。ね、あいつ、メガネのあいつはダメですよ。メガネのあいつの場合は、劣後三匹の役にはなりませんから、ね。倒すときも、順で、小作です。南春夫でございます。だからね。これはね、春夫と豊和ともう一杯思いつかねえし、なんかそれはそっちの使い方の方はね。どっちかっていうとなんかね、本当にできそうなやつの面白いね、飛んじゃってるやつよりね。タレントドンジャラ、ファックス番号東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 でお待ちしております。聞いていたラジオから流れる人生相談。息子とどう接していいのかわからなくなった母親からの相談だったが、その息子とやらが俺そっくり、ダメ人間だもの。各
ういう僕もですね、こんな子がキレるっていうチェックをですね、中学生時代の自分に当てはめてチェックしていったらですね、ここから先は絶対危険ゾーンっていうのを2倍の点数を取りましたんで、そういう意味ではね、ダメ人間ですもん。あのチェックに全部当てはまったと細々と暮らしてる人いっぱいいるわけですよ。頑張ってやってる人いっぱいいるわけですよ。ペンネーム部長さんからいただきました。たまたま聞いていたラジオから流れる人生相談、息子とどう接していいのか分からなくなった母親からの相談だったが、その息子とやらが俺そっくりという、まだいいじゃんね、どう接していいか分からないだけですからね、それはね。そんなですね、ダメ人間のためのですね、なんつうんですかね、共感できるような詩をもらってるんですけどもね、まあ私ほどダメ人間行ってまいりましたよ。1年半をかけて親友の近藤くんにお線香をあげに、そこで近藤くんのお母さんはすごく優しかったんですよ。葬式に行かなかったことも見舞いに行かなかったことも優しかったんですけど、そのそばにいたどうでもいいおばさんからえらい罵倒されましてね、そのなんかもう帰り道あんまりしょんぼりしたんでペッツ買った。なんかその頃の気持ち思い出したくてペッツ買って食べたね。まあなんかさ、俺がさ、なんかこうさ、その僕はね、お葬式に行くのが嫌いなんですよ。なんかお葬式に行ったらなんか お葬式じゃないですか。お葬式行くと大抵お葬式やってる。で、それが嫌なんですよ。なんかもう言わせてもらえば、お通夜なんか行った日にはみんなお通夜やってるんですよ。それがそれでちょっと嫌なんで、僕は行かない、大体行かないんですよ。大抵自分の身内も行かないんですけど、あと、その近藤くんの家に入院しても見舞いに行かないんですよ。ね、なんで行かないかっていうと、入院に行くと病気の人はいるでしょ。かわいそうじゃないですか。だから行かないんですよ、僕は。僕が入院した時誰も来なくてすっごい寂しかったんですよ。だから行かないです。ねえ、したらなんかもう、向こう一週間ぐらい、はい、すいませんね、ってなるような。ほっとの人から真ん中で食べたモナカを全員の分だと思わずに3つ食べましたよ。そんなですね、ダメ人間の僕なんですけどもね、僕と同じぐらいダメな人が少しは聞いててくれたらいいわなというね。ペンネーム謎のロシア人。ダメ人間だもん。これを持って謝りに行ってきなさいと母から渡されたカステラを土手で食べる。見てよ。それでこう全然悪びれないで、ちょっとそのカステラの批評をしてほしいの。あのコンビニで買うやつなんかよりも黒蜜が多いみたいな、そういう黒砂糖使ってんなーなんて言いながら、木箱のカステラなんて謝りに行く時にしか見ねえな。あのなんか木箱に入ってるやつにはカステラでも。続いてペンネームノリピーゴ八段。ダメ人間なもの、もうみんな僕のお誕生会から出て行ってくれよ。何があったんだろう。みんなすげえ勝手なことしてそうだよね。なんかね、入らないでって言ってるお父さんの部屋とかに入ってうわーとか言ってるやついるよね。一方ではそれはいるし、もう一方ではお兄ちゃんのプラモいじくり回してるやつはいるし、そんな中でもう頂点に最初愛想笑いしてたんだけど、自分が消す前にあの火消すやついるし、お母さんには絶対聞かれたくないあだ名で呼ぶやつはいるし、誕生会なぁ。自分のさ、覚えてる一番古い誕生日の記憶を思い出して、まあ、ラジオの前でやってみてくださいな。で、その誕生日の時の気持ちをどん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 頭の中で細かく再現していって、俺は小学校の3年だか2年だかの時の誕生日に、上原っていうやつが持ってきたサンダーバードの、僕があんまり欲しくない、なんかミニカーみたいなやつを、彼は僕が欲しくないのを知っていて、要するに1個持ってたから知っていて持ってきたのを、あ、こいつもしかしたらわざとやってんじゃねえかなって思って楽しくなかったっていうのがすごい僕の思い出なんですけど、その心理テスト的に言うと、その今思い出した情景っていうのは、
あなたの覚えてる一番古い誕生日なんです。本当はそこに出てくる人物っていうのが、その自分が子供の頃に一つ大人になる時のキーパーソンになった人と出来事だってよく言うんだよね。そこから俺は蛇のような目で人を見てるのか、俺はこいつ被害妄想の顔で俺は見てるのか。でも言われてみると、あっていうような、細かく思い出そうとすればするほど最近は会わないし思い出さない人の名前が出てきて、言われてみればあいつのことを引っかかってたなっていうのは、それ結構好きだっていうケースもあったりとかするみたいですよ。結構ね、これ真面目な話、ちゃんと心理学をやってる人が、もちろんこんな簡単なカウンセリングじゃなくて、その人は何ですかとか他の感情とかも聞いてくれるんだけど、そんな中のキーパーソンになることだとか言うらしいよ。ためになる番組だね、おい。続いてペンネーム小林誠、ダメ人間だもん。高校生期間を終えた自分が見た公園おじさんはまた違う味わいだ。これはね、同じ公園おじさん、いろんなおじさんがいますよ。おじさんの中にもね、ビニールおじさんで、ステッキおじさんね、それからそうですね、大声おじさん、いろんなおじさんがいますね、人気者がいます。でもそれは子供の頃に見た時には、その人の内容表示の中に、まさかと思いますが、かっこいいがちょっと入ってたりするんですよ。かっこいいと面白いが、だけど自分がこれは高校生期間を終えるっていうよりも、ダメダメな時期とかに見ると、なんつったの、かわいそうとはちょっと違う、なんだろうな、かわいそうもちょっと違うんだよ。なんかね、切ない、切ないと、その自分とのこう、うん、それでは何かをするからではない、怖いとかが入ってくるんだと思うんだよね。同じおじさんを素直に受け入れられなくなってんだと思うんだよね。さっきこれともう一個あったんだよな、なんかその、あ、これいいなと思って、ちょっと待ってね、本来はもっと後の順番で読めてやったんだけどね。どこ行っちゃったかな、ない。なくていいの。俺さっきこれだと思って読まなきゃと思ったんだけどな。あ、これだ。ペンネームダメ人間だもの。ダメ人間だもの。ペンネーム日曜の夜。子供が騙せりゃ大人なんてイチコロだよと言っていた敵屋の親父のことが、なぜだろう、最近無性に思い出される。俺もなんか、俺が小学校で家建て替える時に来てた大下さんっていう、多分土建屋のおじさんだと思うんですけど、土建屋さんと思うんですけど、がよく言ってた、なんかわかんないけど、こと、学歴なんてさみたいな話とかを変に思い出して、でその人とはそれっきりしか会ってないんだけど思い出したりとかするよね。ただいいセリフだね、子供騙せりゃ大人なんてイチコロだよ。アドバイスですよ。これ人生のアドバイスですよ。続いてペンネーム、ラジオネーム、タオパイパイ。まだゴールできない俺を回収していく車。これ僕的には、これにインスパイアされてできたのが、僕的にはマラソン大会でトップグループをごぼう抜きにする保健の先生と軽トラの荷台で僕一回あるんですけどね。あの時のね、こんなにトップグループって先にいるんだっていう感じと、朦朧とした意識とね、保健の先生とね、うちの学校大雑把だった、そういう意味じゃ一般道を走ってたもん、軽トラの荷台に貧血で倒れた子供乗せて、緊急避難って扱いでいいのかな、そういうのは。な、惨めだよ、あのスピード、はいはい、速いスピードねえ。まだでもさ、クラスにすごい気の合うダメ人間なんだけれども、そこそろ近藤っていう死んだやつとかのパターンで言うと、
それで俺の小学校1年から中学校3年まで同じクラスで、同じきちんとした割とダメ人間なんだけど、運動も俺はデブで、でそいつは喘息があったから遅くてできなかったんだけど、俺は途中でやめるタイプで、そいつはビリでゴールするタイプみたいなのがあって、でそいつはダメ人間の中では立派なんだよね、ちょっとね。それはなんか、あ、それってすごい、多分マラソン速いやつがいればメッツと鼻くそみたいなものでしょ。俺はね、諦める方向に関しての努力がすごい。もうね、本当に諦める方向に関してはね、全力で努力する。リタイアすることに関しては、あの段につまずいて膝から血出せばリタイアできるかなみたいな感じの、分析力もあるしね、ペース配分もしっかりしてる。そこまで人を見てれば、すぐにそこでリタイアできるっていうのが。続いて、ペンネームチャンクーキーコメラ、コミヤ。モーニング娘。と書いたときに、丸をつけ忘れただけですげえキレられた。これだと絶対切り返してるけどな、絶対な。モーニング娘。とかの丸の記号がつくと邪魔なんだよね。バカニュースとかの原稿とか書いてるじゃん。そうするとさ、鈴木純アナウンサーとかプロだから、点が打ってあるか丸が打ってあるか、打ってないで一文字空いてるか行書いてるかで全然読み方変えてくれるんで、それで調節するじゃないですか。ここは点だから半拍で入ってほしいとか、丸だから少し開けてほしいとかつけていくじゃん。モーニング娘。に丸つけるとそこでまたバランス変わるんだよね。丸とカッコ閉じが両方ついたりするじゃんか。あと分かんないけど言い返してやった方がいいのは、角田博の星だって普通に文章の中でその時角田博がって書く時は書きませんからね、基本的にはね。表とかの時にはその星の主張とかしてもいいですけど、なあ、もうじゃあ書かなきゃいいんだよ、もう二度とな、うん、続いてペンネーム人六さんの宴。ダメ人間だもん。違うよ、いいか、確かに水野真紀は綺麗だけど猫耳だったら違うでしょ。いや、後藤真紀もちょっと違う。で上原貴子とか加藤愛みたいな小悪魔系じゃなきゃダメなんだって分かってねえなお前力説だ力説だ言ったよな、女心力説する。もう全童貞連だから、童貞連、童貞体だから、いわゆるあの大きな虫の肌に童貞って書いて俺たちはもうかなり高校生時代振り歩いてたのにもかかわらず、そん中で女語るやつ出てくるんだよね、すごいね。分かってねえな女心は、なんていう、その手順でさ、さあブラを取りますよって近づいてったらさ、台無しじゃない、なんつって、お前はあんのかよその経験が、みたいな話になるっていう。その時にブラをつける役だった俺の気持ちね、そのね、実験である俺の気持ちね、どうしたらいいか分かんないですよ続いてえー、神奈川県ペンネーム恐怖の味噌汁。ほら見てみろよ、ほらあそこに金色の鯉がいるからと騙されて池に突き落とされたあの日のあの時刻で止まったままの時計腕時計ね、生活防水じゃねえやつだよないいアイテムだね、おい本当にね、たまに熱々のあるんだよな。こんなあんなペンネームエリオール岡。ダメ人間だもん。自分はあんなヤンキーみたいなやつらとは違ってちゃんと将来のことも考えてるし勉強もちゃんとやってると思っていたが、結局二十歳を過ぎたらそいつの方は仕事をしているし結婚まで、俺は大学中退後家に熱々だね。もう俺の落語やってる時なんかまさにこれだよね、なんだろうなっていう、ということですね。今日も心に染み渡るダメ人間なもの、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光るニセペギー葉山リサイタル、ダメ人間なものの会話でお待ちしております。月曜深夜1時から3時の伊集院光るの番組のタイトルが決定しました。その名も伊集院光る今夜決行模範囚の練りに練った作戦。
東京都ペンネーム負け犬。ドラマ豆知識。田村正和、広末涼子と2人の NTT ドコモの CM キャラクターが出演している TBS のドラマ親父。この番組のスポンサーにはなんと NTT ドコモではなく AU が入っている。ほんじゃですね、ここでちょっとファックス、ペンネームサロの惑星、ドンジャラ新しい役、飯島直子、飯島愛、飯島恋、ドーン。まあ飯島っていう役なんだと思うんですけど、恋の灰が他には使えないんで、アサヤンっていう形で使うのにも今のアサヤンではちょっと使いづらいんで、それからですね、イカさんでいいのかな、イカさん、イカそうめん、イカそうめん .com さん、ね、小室ファミリードンジャラはどうでしょう、トーコとかカガラとかバンバン切ってで役の中にもうどんどんいらねダーいらねダーカガラはもうすでにカガラ猿岩石、ナスビみたいな役の方にも入ってますからね、すでにね、他にカガラ使えないもんな。 DOS なんてもうわけわかんないバーン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 って切ってきますからね。それからですね、まあ他はそうですね、ペンネームダンクマン、えなりかずき、泉ピンコ、赤木春恵、ドーン。幸楽っていう役らしいんだけど、渡る世間じゃなくて幸楽っていうのはちょっと麻雀っぽい名前で俺は結構好きですけどね。新しいドンジャラのパイと役の名前、まあルールなんかもあればですね、ファックス番号東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540 でお待ちしております。じゃあ続いては Q。これあのミリオネアの芸能人大会のタイトルの長さなんかどうだっていいんだっつうの。Q ですよ、 Q、 改め Q ですよ、このコーナーはね。え、 U、 ミリオネアの芸能人大会のさ 再放送みたいの見てたらさ、なんかさ、石原良純かなんか出ててさ、石原良純がさ、簡単な問題で間違った時のさ、なんか俺の中での熱くなりようみたいのがちょっと嫌な気持ちしたな。なんかお父さんとかでやたらクイズ番組で自分の分かる問題をタレントが間違えた時に熱くなってたよ、なんかすごい勢いで。なんだけど、醜いアヒルの子の育ての親は A、ガチョウ、 B、 アヒル、 3、 白鳥、読んだ蝶みたいなね。まあ、答えはアヒルなんだけれどもさ、白鳥って答えた時の、俺のなんかさ、全然会ったこともね、石原良純に、良純って感じの、なんか動きがどうも嫌なものがありましたね。このコーナーはですね、まあ、私はそんな石原良純の何百倍も早押しクイズ王ですから、もう問題なんか出る前からボタンを押して答えを言ってます。だから、リスナーのみんながそれに合わせて問題を作ってきます。そのおかげで俺何連勝中？これが全部始まった時からミリオネアのクイズだったらば、俺は何兆円もらってるかどうかわかりませんよ。ね、もう全てファイナルアンサーですよ。それでは、最初はですね、23世紀に答えがなります。23世紀クイズ、キキュのキューのキュー。たかし、いつになったら学校行くの？23世紀。マサオ、いつになったら働くの？23世紀。僕がいたずら半分興味半分で購入したものの、処分に困って近くの林に埋めたダッチワイフが考古学者によって発掘されるのはいつ？23世紀。ドラえもんをキャンペーンキャラクターに使用し、ついに今日12日朝全線開業する地下鉄都営大江戸線。都庁駅から乗るとどこに着く？23世紀。売れっ子俳優ほど大胆で優雅な長期のオフを取るもの。さて、人気歌手でありコメディアンの猿岩石さんのオフはいつまで？23世紀。テレビ局の取材が来た。インタビュアーがまだまだお若いですねなどというので調子に乗ってしまった。あれだけ得意だった持ち水に失敗、サンズのリバーが見える。これは俳優の森重久弥さんの未来日記ですが、日付はいつ？23世紀。僕がいつものように朱印にふけっていると、おちんちんの先から魔人が現れてこう言いました。私は G の魔人、今から3万年前に魔法使いによりお前のチンポに封印されてしまった。解き放ってくれたお礼にお前の願いを一つだけ叶えてやろう。僕は即座に
優香とスーパーカーでさよなら童貞と答えましたが、それでは3つになってしまうだろうと魔人考え抜いた末に不老不死をお願いした僕が実際に童貞を捨てられたのはいつのこと。23世紀本物の男はペラペラと喋ったりしない。不器用なほど物静かな男として有名な俳優の高倉健さんは友達との会話もブロックサインです。今日も今日とて俳優仲間とのたわいもない話に花を咲かせる健さん、議題のメイドロボットはいつ頃発売されるかに対して口は聞かず、まずおもむろに V サイン、そしてその指を1本増やし、さらに自分の股間をぐっと握りました。さて健さんは何と言いたかったんでしょう。23世紀20世紀中に必ずモテるを合言葉に精力的な会合を重ねてきた絶対モテる会ですが、昨日の総決起集会で目標が下方修正されたことを会長の渡辺氏が明らかにしました。さていつまでにモテることになった。23世紀この金に手をつけるくらいなら祖母の巾着袋を。そんな思いをしてまで貯めた僕のギザ銃3万枚。ところが小学校の頃に鍋島くんから聞いたギザ銃は1枚15円の価値があるというプレミア情報は嘘のようで、古銭ショップの親父からきっかり30万円の価値だよ、銀行に行くのが面倒だから買い取らないけどと言われてしまいました。ギザ銃の価値が1枚15円になるその日まで私のギザ銃集めは続くのですが、さてその日とはいつのこと。23世紀チャンネルを合わせて念じると僕の部屋のテレビから本物の加藤 Y が出てきて添い寝してくれますが、まだこのテレビ一般発売はされていません。さてソニーからこのベガが発売されるのはいつ頃。23世紀すげえリアルだよ。注文通り猫耳タイプのメイドコスチューム。起動ボタンはどこだ。あれおちんちんがついてる。この音声はアルバイト見習いの松上くんが陰夢&悪夢のハーフ&ハーフを見ている際の寝言です。さてこの夢の時代設定はいつ。23世紀あの時人工太陽計画を私が止めていればの口癖でおなじみの泣き虫おじさん、拾った銀色のジャンパーを翻し今日パンダ公園を去りました。さておじさんが泣きながら語っていた行き先は。23世紀最近の俺これ好きなんだよね、何々おじさんシリーズね。あの時わしが人工太陽計画を止めていれば近所の子供から泣き虫おじさんって言われてるからね、言うたび泣いてんだと思うんだけどね。拾った銀色のジャンパーって俺のイメージだと、あのキャンペーンガールがタバコを配る時に使ってるやつの感じなんだよな。あれ着ちゃってんの、なんかワンピース型のやつだから着ちゃってんの。ペンネーム生小路からもらいました。あとねやっぱりね、あのメイドロボっていう言葉が俺なんか最近ちょっとね当たってるみたいでね、猫耳っていうのを俺ずっと勘違いしてた。あのさ悪魔っぽい耳がとんがってるやつが猫耳だと思った。あの要するにキャラクターの猫耳キャラクターだと思ってたの。したら髪の毛の中から本当にあの猫の耳みたいなのが出てるのが猫耳なのね。なんだ今松上くんがアルバイトになる松上が力だけど、そうですよ常識でしょ、もう当たり前のことじゃない、お茶碗持つ方が左みたいな、そういうのと同じぐらいのこととして今言ってくれてますけどね。すげえ、すんげえリアルだよ。注文通り猫耳タイプのメイドコスチューム。起動ボタンはどこだ。あれあれ、おちんちんがついてる。あ、夢か。一応これがペンネーム第4スタジオ炎上事件さん。あとでギザ銃はね、あの鈴木純アナウンサーのお嬢さんも集めてるらしいですよ。ね、23世紀までかかりますからね。村上敦史からもらいましたね。あとね、ペンネームスモールタイトンの、僕がいつものように周囲にふけていると、おちんちんの先から魔人が現れてこう言いました。3万年前だからもうすげえ先祖のもう袋の中に入れられちゃったんだよね。騙し討ちとは卑怯での卑怯ど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 の中に入ってっちゃってたまに冬とか勝手に動いてる時あるじゃん、なんか封じられてんぞお前あれ。じゃあ続いてはですね、ゆく年来る年ですね。ゆく年来る年が答えになります。ゆく年来る年クイズ、キュキュキュの9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 。
姉に J フレンズカウントダウンライブを見せてたまるかをスローガンに、僕が年に一度だけおばあちゃん夫婦とテレビの好みが一致する番組といえば何？ゆく年くる年。人気アーティストが紅白歌合戦の出場を辞退する中、サザンオールスターズの桑田佳祐さんがサザンオールスターズ年越しライブの出場を辞退しました。ダメじゃねえ。さて何を見るため？ゆく年くる年。このほど放送と青少年に関する委員会から改善を求められた番組といえば、ネプ投げのおネプ、しりとり侍のめちゃめちゃイケてると、裸アーマ108回チチビンタの何？ゆく年くる年。人気漫画ジョジョの奇妙な冒険第3部で主人公空城城太郎が持つスタンドはスタープラチナでは、三井由里さんのスタンドの名前は？ゆく年くる年。人気バンド X ジャパンから突然去っていったトシがマサヤの元に行くまでのエピソードをまとめたテレビ番組といえば？ゆく年くる年。紅白歌合戦のテレビ中継が終わった直後の NHK ホールでは、松田聖子の髪を掴んで引きずり回す和田アキ子、安室奈美恵を罵倒するマックス、久保潤をクロスボンバーで仕留める花々、なぜか意気投合する川中美雪とラルクアンシエルなど、いろんなイベントが行われているというのに、我々一般視聴者はこれらを見ることができません。それはこの時間帯に何が放送されているから？ゆく年くる年。今年1年修行のために禁欲生活を貫き通した若いお坊さんの前で二世紀またぎのキスなんぞと抜かしているカップルを金付き堂に大の字に吊るし上げ、108人のお坊さんが金をつく棒で骨盤を砕く儀式を生中継する番組といえば何？ゆく年くる年。名作アニメフランダースの犬からの問題。ずっとこれが見たかったんだ。年の瀬の大雪の日、主人公の少年ネロはこたつに入りみかんを食べながらテレビを見ていました。その横で丸くなってだれている愛犬パトラッシュ。この有名なハッピーエンドでネロがついに見ることができたのは何？ゆく年くる年。ワンギャルクラスの女性タレントに今や人気小説家の松岡圭介が催眠術をかけ太鼓を打ち鳴らしてもだえさせるという超お下劣な内容で、最近ではそんな事実などなかったというようにイケシャーシャーとニュースを読んでいる牧原アナウンサーが司会をしていた深夜番組といえば何？ゆく年くる年。毎年12月31日、身も心も清めるために、その年1年ために貯めた部屋中すべてのエロ本を焼却処分する行事、どんどん焼き。毎回その膨大な量と名残惜しさ、ぼや騒ぎなどで予定時間をオーバーしてしまいます。さて、どんどん焼きで清めたばかりの心の中に、早くもあの投稿マニア7月号夏服スペシャルだけは撮っておけばよかったなという新たな汚れが染み出すのは、ちょうどテレビで何が始まる頃？ゆく年くる年。僕は意外に好きだったんです。多かったんですけどね、 X ジャパンから去っていった年が、ね、これゆく年ですよ。マサヤの元に来る年ですよ。これがゆく年来る年ですよ。どうも最近和歌山で目撃情報が入りました。和歌山でギターをかき鳴らしていたという話はですね、私聞きましたけれどもね。あとファンダースリーのエンディングこんなでしたっけ？今の X はですね、 X ジャパンのは泉川盛雄さんですね。フランダースの犬はそうだよな、ずっとこれが見たかったんだ。こたつに入ってみかんを剥きながらネロがね、ルーベンス司会の行く年来る年をね見てるシーンは今でも泣けるね。ペンネーム貴婦人57号からいただきました。さて、次回のお聞きキロキューの答えはまず一つ目はこちら、わかりません。これが正解なんですよ。引っ掛け問題ですから、わかりませんってブーかと思ったら、あのクイズ王が初めてマイクの前でわかりませんって言ったと思ったら正解ですから、わかりません。もう一個が負け犬ね。言ってきますよ、くれぐれも言ってきますけれども、いろんなおじさんのクイズばかりを作ることは禁止ですよ。全部がいろんな面白いおじさんのクイズになることって、まあしょうがないですけどね、それで面白いのが来ればね。ということでですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、伊集院光るトニックシャンプーでウィモウィッシュ、Q の係までお待ちしております。曲桃の御琴で大切なこと。裏伊藤家の食卓。
藤家の食卓では採用されないかもしれないけれども、こちらの浦井藤家の方にはどんどんですね、コアな裏技、それから法則、そして、大発見を送ってもらってるコーナーです。ちなみに藤家の食卓も年末スペシャルで、ヒットペットがね、ヒットペットって知らないのヒットペット、あのデコピンの要領で土佐犬の額をビーンってペットの土佐犬やって片腕をネジ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 ガルガルってやられるやつね、やられる方法さあ、それでは行きましょう。大発見爆笑オンエアバトルの司会者の自宅の郵便受けに大量のボールが俺ねオンエアバトルねネタは好きなんだけどね番組ダメなんだよね。明日のなんだお笑いを決めるのは君だなんて抜かし合って本当にカリカリくるね本当に。だけミッフィーの口のバツ印はバツとして打ち付けられた日本のカスガイ喋んなガンガン大発見トトロがサツキとメイにあげたどんぐりはアナルに隠し持っていた だって入れるどころかないじゃんさ。しかもこれ書いてくれたのな女の子でな彼氏とのプリクラとか感じなんでお前何書いてんのバカじゃねえのお前チューとかしてろよこんな書く今あったらペンネーム本名以外なら何とでも呼んでください。本名以外なら何とでも呼んでくださいとペンネーム書いてありますから、材木。ねえ。それからですね、ミッピーはペンネーム N2R。それから、オンエアバトルのペンネームスイカ泥棒。同じくスイカ泥棒。大発見人文鎌倉人文鎌倉ですよ。大発見夜な夜な押し入れの中の筋肉マン消しゴムたちが一つに集まり固まったその形が老人になっておひつの飯を食べている姿と連続タクシー強盗のモンタージュがうり二つ筋肉マン消しゴムがうわーって集まっておじいさんの話だっておひつのご飯を食べてるんですよ。てかそこまででいいよ、その先はいいよもう。大発見めちゃイケが指定を受けたのはホワイトベリーを美少女バンドと呼んだから大発見乳首の先でも静電気は来る10いかにも来そうなドアのところに裸で上出して乳首でこうやったってピンって来たんだとちょっと飛んだと思うな俺5センチぐらい。それが一番いいのは自分の家の車庫にある車だった一番いいな、車の運転席のところでピッって来てる方がすごい好きだけどなバカじゃねえのもう。それで尻餅ついててほしいな、あなたのおっぱい見せてくださいの格好であの子上に上げたやつだからね、しかもね裸じゃねえからね、しかもね、ちょっと名前呼んでみましょう。いいのラジオの魔術師さんが今のピリですね。あとめちゃイケはですねパッカーさんですね。それからですね、押し入れの中の金ケージは小林誠さんですね。大発見万引き G メンのうちの母俺の親友を検挙大発見樹海で発見たまごっちに投資した人すげえなー。大発見マルコが母をダウジングでダハケン志村後ろ後ろ志村の後ろに新井中がいいな。新井中甚六さんの宴
甚六さんの宴はヒットするとすごいな俺の中で。ペンネーム裸男爵万引き G メンの母親友を謙虚、泉川森尾マルコが母をダウジングでですよ、ポンチョのところから2本だけこう出てんですよ、これが閉じた方閉じた方に行ったら2里で3000里旅して3日ね、2里で3日ちゃってっからね、ペンネーム、GF樹海だっけん卵地に投資した人。続いてはですね、法則いとこうかな、法則法則俺が掘った落とし穴には必ず散歩に来た老夫婦が引っかかってしまう法則法則人の噂も75日とは言うが中山のうんこたれというあだ名7年目に突入法則あれほど川端さんのブルマの匂いを嗅がせたのにうちの犬は必ず武瀬山さんの下着を加えて帰ってくる法則うーん法則朝リストラされたはずの父が背広を着ようとしている時にちらりとダイナマイトを腹に巻きつけているところを見た日はその日以降もうお父さんには会えなくなる法則ベルトのとこにマイトがずらーっつって会社行ってくるで、だっけもうお父さんにはお父さん星が一つ増えますからねペンネーム顔というよりカオス法則俺がおばあちゃんの巾着からお金を拝借すると床の間の人形の髪の毛が伸びる法則じゃあ法則ちょっとペンネーム読んでいきましょうかね。お父さんに会えなくなるペンネーム陽介さん .com 川端さんのブルマの匂いを嗅がしたのは小林誠人の噂も75日とは言うが横浜市ペンネームジャンプ作品ではザ・桃太郎が良かったねさんですね、そしてペンネームマゲマゲ俺が掘った落とし穴には必ず散歩に来た老夫婦が引っかかってしまう法則じゃあ裏技も行けどっかの行っとこうかないくつかな裏技な本当かよペンネーム G& ウォック裏技ちょっとクソが漏れそうな時に腕立てをやるとクソが引っ込むぞ腹筋やると逆に漏れるぞ本当かよペンネームおにゃんこ食べ放題裏技京都パープルサンガと三浦和の交渉の席でさりげなくお茶漬けを進めることにより球団側の気持ちを和に伝える裏技絶対そうしてよかったね喧嘩になるブブ茶食べなはれああ帰れってことかっていうのがやっぱ京都の人なら分かりますからうーん大丈夫かなペンネーム顔というよりカオス裏技森首相の名字をフォレストと英訳することである程度失言を繰り返しても彼は純粋だからと言って逆に人気を上げる裏技うーんもう一個ぐらい言っとこうかな、ペンネームスイカ泥棒裏技網戸でマッシュポテトを作る裏技しかも網戸が綺麗になるというねこれはもう伊藤家に絶対表の伊藤家だってもしかしたらお金もらえるかもしれないですからね、ということでですね裏伊藤家の食卓、法則裏技、そして大発見どれでも結構です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る夕焼け木枯らし白くなった膝小僧母の呼ぶ声俺40歳裏伊藤家のっかりまでお待ちしております。月曜深夜1時から3時の伊集院光の番組のタイトルが決定しました。その名も伊集院光るペット病。東京都ペンネーム41耳豆知識。
耳の中に小さな虫が入った場合は、耳に懐中電灯などの明かりを近づければ簡単に取れるぞ。まあ、虫の少ないこの季節に知ってもさほど役に立たない知識ではあるが。100世界遺産21世紀までに消したいもの100。なんだかんだであと8になりましたね。残り8ですよ。下手すれば今日来週中にも、来週ではスペシャルウィークでコーナーないかもしれないが、行きそうな勢いですよね。ということでですね、まあ、21世紀にはもう持ってかなくていいだろうと、21世紀にみんなが持ってなくていいと思っているものに関しては CD なんか結構ね、持ってきますけども、持ってっちゃいそうなもので持ってかない方が今いっぱいありますからね。今振り返ってみると14番にケツ毛とか入ってますけどもね。横浜市鮭由美子、21世紀までに消していいもの、タマプラーザのラーザの伸ばす棒。タマプラーザでいいじゃねえかよな、これ消せよ早く。もタマプラーザの棒わかんねえよ。あの棒のプラスチックをなんか全部再利用することでお前ちょっとしたお前オブジェとかできるぞ。お前それもいらねえよお前な。これ理由が面白かったらペンネーム逆にロペス。豆腐ステーキ、豆腐にステーキという言葉は荷が重すぎるって書いてある。焼き豆腐じゃんな、要は焼き豆腐にタレかけてあるやつじゃんな。で豆腐ステーキのもの自体はいいんだけど、豆腐ステーキって言葉ですよ基本的には。ペンネームカカンカン、デシリットルという単位。そうだよね、だって100ミリリットルとか 100cc とかあるわけだから、そう考えると1デシリットルなんてあんまいらないよね。デシリットルマスとか昔学研についてたよね、なんかね。やっぱりどんどんいっちゃうぞこれ。茨城県、ペンネームアノマロカリス、21世紀までに消したいもの、その番組に全く合っていない、ただタイアップしただけのテーマ曲。あるある、深夜番組のケツの歌とか本当そうだよね。なんかお前それタイアップしただけじゃんみたいなやつ流れてるよね。で CD ジャケットにもそれ書かない方がいいんじゃねえのっていうようなもの書いてあるもんね、よくね。ほーさ、うちのかみさんも昔ね、おいしんものスペシャル版のアニメのねテーマ曲とか歌ってたみたい。でいて、なんかそれこれ聞いたけど、一回聞いたことあるけど、全然おいしいザーみたいなの入ってないんだよね。なんてことしてくれるんやー、四万十川のああいうダンダンみたいな、それ全然入ってねえんだよ。お前それおいしいもの歌じゃねえじゃねえかよみたいな、俺の中では絶対そう思ったんだけどな。途中セリフとかであってほしいよな、支局側の出したメニューはなんてね、絶対 あるべきなんですよ。続いてペンネームドリフ大爆笑 2000X、変な当て字で子供に変な名前をつけることって書いてあるんですけど、これ今禁止していくと絶対キムタク静香の子供がつけそうって書いてあって、木村太郎だったら笑いますけどね。逆に木村拓哉がそういうのを分かっててタロスって言った時の木村太郎ぶりとかおかしいですけどね。本名 OK、 姫野正弘、王様のブランチの伊集院光、消えましたこれ。これあの予言通りになりましたね。今うちのプロデューサーいない？いない？いない？じゃあいないうちの方がいいね。ペンネーム伝説のスマッシュ、武田鉄矢、地元テレビと全国放送の態度の違い、あれはなんだ？お前福岡が何やっても許されてると思ってるのか？的な理由で消してほしいですって書いてあって、永遠と書いてある。もう一個、ファンでもないのに野球のゲスト解説として出て、トンチンカンなこと言うタレントっていうか武田鉄矢って書いてあるから、相当武田鉄矢消したいみたいなんで、消しちゃった。続いて、ですね、あとはそうですね、ペンネーム宮川おさる、駅などに貼られている歌手やタレントのポスターが盗まれるということを人気のステータスとして語ること。なあ、
人気のポスタービリビリって休んだままトイレに行ってケツをゴシ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 って、じゃあ犯罪ですか、ダメですけどね。今日はこんなところですかね。もう一、二個行きますか。まあ、最後に選ぼうや。最後に血のプロデューサーがあんまり怒ってるんだったら武田鉄矢外さなきゃなんねえしね、それはね。それからですね。ペンネーム、杉作 J サイドコム。オールスター隠し芸大会で出し物としてドラマを作ること。本業だからね。ある意味ね。てか、オールスター隠し芸大会自体どうなの？俺は大好きよ。俺は大好き。見てー！めぐみさんの三味線すげー見て。ね、もうめちゃくちゃ楽しみですけどね。ペンネームのぼのぼ。ドミノ倒しのギネス記録。今や世界記録は200万個。単純に1個10円で買えたとしても2000万以上かかります。もうドミノを並べるのがうまいとかではなく、完全に財力の勝負じゃないですか。ペンネームドリフ大爆笑 2000X。 いつまでも長嶋監督のお宝映像を流す珍プレー集。で、これ俺は思うんだけど、意外なっていうのまだついてるでしょ。お宝とかついてるでしょ。普通じゃん。長嶋監督がちゃんとした理論で喋ってたら意外な映像だし、お宝な映像ですけれども、野球がうまいのは大尊敬しますけれども、監督としても、しては別に作戦はそうでもないし、さらにタレントとしては、宇都鈴木くんと同じ部類のタレントですから、そういう意味では何も隠してないですからね、これはね。さあ、そんな中、今日全部でもう、9、11枚いってますからね。タマプラザーもいいでしょ。これ消しましょう。それからですね、ドープステーキ。デシリットルマスは言葉が好きなんで。やべ、俺は言ったんですよ、うちのプロデューサーのね、武田鉄矢さんはね、21世紀にもいろいろ僕らにいろんなこと教えてもらうべきだと思うんだ。なんだこりゃ構成の渡辺くん、これもうしまって、もうバカもう。それからですね、豆腐ステーキも荷が重いんで名前なくします。それから王様のブランチの伊集院からもこれもバリバリなくなりますね。それと駅のポスターを盗まれることを人気のバロメーターにすること、それと、変な当て字で名前をつけること、それからここで99で止めね。今いくつ ?1、2、3、4、5枚。じゃあですね、あと3枚、あと3枚。じゃあ、長嶋監督の珍プレイ映像とドミノ倒し。それから、タイアップしただけのテーマ曲。タイアップしただけのテーマ曲まで入れるともう100いっちゃうの。じゃあ、長嶋監督残そうや。長嶋監督はもうちょっと笑えるキャラにしてるから、で、これで99で止めて、この世紀の最後に1個で、最後の1個は、一番面白いやつに1個ドーンって決めて、その人に100押しに行って、ドッカーンと終わりましょうや。な、ということでですね、来週はありませんが、じゃあ再来週に100個目を決めたいと思います。宛先は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光、黒沢明のドンジャラ、世界遺産最後の一つの係までお待ちしております。TBS ラジオ、ただいまお聞きいただいている番組は、伊集院光、踏むと色っぽい声を上げるフランスのカエル、日本名イロガエル。今のジャロの CM のさ、高脚っていうところをさ、大げさじゃなかった髪型が。さあ、そんなことを言ってる時間はもうないんですけれども、そう、3週連続スペシャルウィークの2週目の企画を明らかにしておきたいと思います。12月25日はこちら。スペシャル伊集院サンタがあなたのお家にやってきた。Three, Merry Christmas, you filthy animal, and a Happy New Year. おいし、俺サンタ来たよ、来ちゃったよ。24日の夜何してんの？彼女と二人でパーティー行っちゃおうかな。開けろ開けろ、ガリ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 ガン。これ安全靴っていうの、閉めても挟んでも全然閉まんないからね。100キロの重り乗っけても大丈夫なんだよ。バカバカ邪魔しに来たわけじゃないんだよ。でも茶ぐらい出んだろ、カステラとね。あ、そうそう、プレゼントプレゼント、はい、
引退したてのシャモ。くちばし切ってあっから大丈夫だけど爪は研いであるよ。てな感じですね。あなたの家にサンタがやってくるんですよ、プレゼントの方はですね、今言った引退したてのシャモよりはちょっとアレなやつが来ますよ。ねえ、ちょっとアレな感じのプレゼントがあなたのお家に来ます。で、あのイブの夜にですね、伊集院サンタに来てほしいプレゼントが欲しいなっていう、伊集院光とクリスマスを過ごしたいなっていう人をですね、募集したいと思います。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、家族構成と24日の夜は何してる予定なのっていうのをですね、書いて送ってくださいね。当選は突入をもって返させていただきますので。もうね、もう将棋の名人並みにね、突入します。あの名人ですら留守電に入れましたからね、私は入れませんからね、どんどん突入しますんで。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光、深夜のバカ力からサンタクモーンクモーンクモーンはですね、前世紀のレベッカの特攻風にクモーンっていう感じで書いてくださいね。あのもうだから自分はこういう過ごし方をしてるんで、サンタさんに来てもらわなきゃ困るんですよって。俺はちびっこハウスにも行きますよ、どん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 来たよで必ず来ますよ、必ず来ちゃったっていうね、もう俺サンタはね、赤い服とか着ませんからね、ステコも切っといてください。それだけはお願いしたいと思います。やっぱサンタとしてはそれだけがね、怖いですからね。で、一応ですね、元日1月1日の放送の方はですね、ついに例のタイムカプセルが開封されるスペシャルということで、今年の1月3日に募集した1年後の自分へというファックスを覚えてますか。忘れたとは言わせねえ、ここにお前ハンコもついてんだろうね。あの、タイムカプセル、あのファックスが未だに取ってあるんですが、これをですね、この日の生放送中に開封してお電話を差し上げます。特にですね、ファックスの内容の中にはですね、受験生ですと、今頃キャンパスライフを送ってるはずですっていう話とかですね、彼女ができるはずですなんていうのを書いた方もいると思うんですが、電話バンバンかけますんで逃がしませんね。逃げてもダメですからね。どんどん送って、その日も必ず聞いてください。とりあえず当面はですね、来週ですね、来週の年末年始企画、なんだっけ、恥ずかしいタイトルだ、パロってさよなら20世紀ね、皆さんにプレゼントもできましたんで、屍レコード大賞のリクエストをどんどんください。3名様にですね、レコード&CD レアなもの3枚でプレゼントします。それから1名様にですね、ザードの負けないでを30枚プレゼントします。負けないでに関してはですね、法的に拒否権がない形になっておりますので、皆さんですね、負けないでに耐えられる方ね、君の CD ラックが負けないでで埋まりますから。で、毎日全部聞いてください。1枚を30回聞くんじゃなくて、全部特回引っ回特回引っ回。もし負けないで相場の方が暴落した場合にはですね、負けないでもっと差し上げることができると思いますんで、一応今のところはですね、この負けないで予算としてですね、約3000円の予算が取ってありますんで、もし在庫一掃セールみたいなものが行われた場合にはですね、円高負けないで安になった場合に、もしかしたらあなたの辺ですね、本当にジュークボックスが全部負けないでになるぐらいの負けないでが来るかもしれませんよ。負けないででカルタができるぐらいの、まあ負けないでっただけで全員が公平に取れるぐらいの負けないでが来る可能性がありますからね。まああと新しいレアな曲とかも一応探してはいきたいと思いますけども、一応僕のおすすめとしてはですね、そうですね、運の悪いヒポポタマスかですね、血の P の血のプロデューサーの母ちゃんが見つけてくれたですね、カレーライスの歌あたり結構おすすめですんでね、こちらの方聞いてください。あと一応 CD ので発売してるものなんかはですね、入手方法なんかも分かるものは教えしたりしますんで、リクエストカードの横に書いていただいても結構です。まあまあまあ年末年始もですね、まあ伊集院おじさんと一緒にいればですね、まあ21世紀もですね死なないよ。生き生きとは死ない。それが伊集院光の声を聞いた最後だった。